皆さんは海上自衛隊が誇る US2 救難飛行艇をご存知でしょうか。アメリカ海軍でさえその性能に興味を示していて、実際に視察を行っていると言います。そんな US2 救難飛行艇の8機目が海上自衛隊に納入されました。今回はUS2 救難飛行艇について解説していきたいと思います。2022年5月24日、新明和工業から通算8機目となる US2 救難飛行艇が海上自衛隊へ引き渡され、岩国基地に配備されることが決まりました。今後は日本の海難救助活動に従事し、多くの命を救うことが期待されています。US2 救難飛行艇のデータを紹介します。乗員11名、全長 33.25 メートル、全幅 33.15 メートル、全高 10.06 メートルの大きさです。これは世界でも最大規模の飛行艇と称されており、最大時速は約 580km、巡航時で約 470km、航続距離も 4700km というすごい数字を叩き出している艦艇です。この US2 救難飛行艇の最大の特徴といえるのが、圧倒的に短い距離での着水が可能ということでしょう。離水距離は 280m で、着水距離が 330m、着水可能な波の高さも 3m ですから、世界の飛行艇に全く引けを取らない最高の性能を有していると言えそうです。カナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は、世界9カ国で採用されていますが、離水距離が 808m で、着水距離が 665m。着水可能な波の高さが 1.8 メートルですから、その差は明らかですね。このような高性能な US2 救難飛行艇ですが、残念ながら海外では採用されていません。というのも、US2 救難飛行艇は生産数が少ない上に、1機あたりのコストが120億円超えという高額なのです。そのため、世界の国々も容易に購入を決断できないというわけです。世界の中でもインドは購入が有力視されていましたが、やはりロシア製の B200 飛行艇の方が1機あたり75億円で安価と言えますし、性能が大幅に劣るものの、コスト面を考えると B200 飛行艇に軍配が上がってしまうらしいです。それだけではなく、もともとインドはロシアとつながりが深いのです。だからこそ単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども考えた上で、いかに日本の US2 救難飛行艇が高性能といえどロシアの方に軍配が上がってしまうということになるのです。しかしながら現在のロシアの生産性は著しく低下しています。理由は、明白、2022年2月に始めたウクライナ侵攻による西側諸国からの経済制裁が原因になっています。ロシア製 B200 飛行艇も例外ではありません。といっても、インドは西側、いません。また、行き先を失ったロシア産原油を購入する等独自路線を歩んでいますから、この二国間の関係は悪化してはいないと思われます。となると、これからも価格面などの合意があれば、以前と変わらず取引が行われるでしょう。話を US2 救難飛行艇に戻しますね。その外観のデザインや、救難飛行艇としてのコンセプトなどは、全モデルの US1 飛行艇を踏襲しているのです。この US1 飛行艇も、新明和工業が手掛けた機体で、
1976年、昭和51年から2017年、平成29年までの40年にわたり運用された機体です。随分長持ちでしたね。でも、この US-1 飛行艇もオリジナルの開発とは言えないようです。この US-1 飛行艇は、海上自衛隊が1970年に採用した PS-1 という対戦勝海用に新明和工業が製造した飛行艇をベースにしているのです。その当時は東西冷戦真っ只中でした。最大の脅威だった旧ソ連潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は、機体自体を海面に着水させ、その後に搭載してある吊り下ろし式の対専用ソナーを使用する方法でした。しかし、この方法は、すぐに一般化してしまったため、それに代わり、当時、世界の対潜哨戒分野において、トップを走っていた、アメリカ海軍の手法が、標準になっていったのです。アメリカ海軍の手法というのは、機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法で、これは、1968年、昭和43年に初飛行したロッキード社の P-3C 追潜哨戒機で実用化しました。そのため、海上自衛隊は、US-1 飛行艇調達を23機で中止し、1981年、昭和56年にアメリカ海軍に倣って、ロッキード社製の P-3C 追潜哨戒機を購入することになったのです。ちなみに、P-3C は、川崎重工業者がライセンス生産を行うなどして、100機以上が調達されています。その後、海自では、川崎重工業者製の国産 P-1 哨戒機を、2013年、平成25年に正式採用しています。しかし、2020年度末においても、P-3C 追潜哨戒機44機の保有は継続されていて、残りの分を海外の国々に払い下げる計画も浮上しているというのです。また、P-3C 追潜哨戒機に代替されることになった川崎重工業社製の P-1 哨戒機ですが、70機前後を調達するとみられていて、2020年度末時点では29機が運用されていました。この調達数は、四方を広い海に囲まれている島国日本ならではと言えましょう。日本政府は、P-1 哨戒機を海外に売り込む道を模索していましたが、残念ながら有力視された国々の大半が、アメリカのボーイング社製の P-8 哨戒機を採用しているのです。武器輸出規制緩和をした日本としては、どうにかして販路開拓を行いたいと見られますが、やはり海外輸出の壁は非常に高いようです。PS-1 追潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇と続いてきた中で開発された US-2 救難飛行艇。この製造元である新明和工業は、太平洋戦争まで、これらの飛行艇につながる飛行艇の開発や製造を行ってきた企業でした。新明和工業の前身は川西航空機です。この会社で培われた技術やノウハウを継承しています。川西航空機の実績を紹介しますと、錦大艇、錦大艇の通称で知られている錦大型飛行艇を、当時の大日本帝国海軍に納入しています。太平洋戦争期、世界屈指の性能と評された錦大型飛行艇は、川西航空機の菊原静雄技師を中心に開発された機体で、1942年、昭和17年、日本帝国海軍が、この機体に目をつけ、正式採用に至りました。菊原技師が開発したのは錦大型飛行艇だけではありません。局地戦闘機として、名高い市電、及び市電改めを開発、日本の航空機製造に、
多大な貢献をしたと表される設計技師なのです。意識大型飛行艇は第一次世界大戦後、世界の軍縮の流れを受けて開発されたもので、アメリカ海軍を最大の仮想敵としていた大日本帝国海軍が、水上戦闘艦建造をワシントン海軍軍縮条約等で規制されたことが発端になっているのです。この頃の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりに航空機による攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというものでした。太平洋戦争末期、片道の燃料だけでアメリカの軍艦に特攻したお粗末な飛行機を連想します。このため、長大な航続距離を持つ陸上攻撃機によって海軍の艦艇を射程距離外から叩く戦術を考え、実現のためにあらゆる方法を考えたようです。つまり、もともとは陸上攻撃機の開発が求められたのですが、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領となった元ドイツ領のミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機が使える飛行場の確保が難しかったのです。だからこそ、政府は飛行場を利用せず、海上から飛び立てる大型飛行艇の開発を掲げました。川西航空機は、この期待に応える形で97式飛行艇を送り出し、1936年に大日本帝国海軍に正式採用されたのです。国内で初めて量産された97式飛行艇は、4発の機関部を持つ大型飛行艇であり、これをベースに、さらなる大型化を図った機体の開発に、1938年、昭和13年から着手しました。その結果、1940年、昭和15年、12月に完成、2年後の1942年に採用が決まったのが、二式大型飛行艇だったのです。二式大型飛行艇のデータは、全長 28.13M、全幅 38.00M、全高 9.156M で、時速は最大およそ 470km を誇り、航続距離は約 8200km にも達しているのです。また、兵装として、最大重量2トンまでの爆弾と、航空魚雷2本も搭載可能だったということです。物資が乏しくなる中、これだけのハイスペックなものをよく作り上げたと感心してしまいますね。